中央大学経理研究所は1950年に中央大学内に設立された会社経理、税務、企業関係法規の理論と実務の研究機関である。中央大学はもともと慶応義塾の文工的教育機関である三菱商業学校の高知跡に作られたイギリス法律学校を源流とし慶応義塾大学、早稲田大学及び東京商科大学、現、 一橋大学に次いで、旧制大学となる、党歴史と伝統を有する私立大学である。中央大学経理研究所の開設当初は、任意団体であり、駿河大図書館の地下集会所を利用して、活動していた。公認会計士試験の合格者数が1位となった頃から世評が高まり、1950年に中央大学の正式な付属機関となった。 学内での通称は経理研。英語表記は The Institute of Accounting Research。主に多摩キャンパス8号館を中心に学内の学生及び卒業者向けに日照記検定、公認会計士試験などの資格取得講座を開講している。学内の公認会計士試験合格者の8割は この経理研究所に在籍し、TAC レック等の資格試験予備校とのダブルスクールをせずに合格している。他大学で外部専門学校に依存せずに公認会計士試験の論文意識合格を果たすことは極めて困難であるため、大学の中に専門学校があると例えられることがある。実際には大学自ら学内 W スクール経理研究所とアピールしている。 ことからも伺えるように、講義水準やバックアップサービス等を比較しても、外部専門学校と同格の水準を誇る教育機関であり、学校法人経営という観点から言えば、大原簿記学校に似た存在と言える。そのため、ウィキペディアでは、資格試験予備校の一種として取り扱っている。経理研究所事務室、学生研究室が入居する。 炎の塔の外観大学が学内に自ら設置する資格試験予備校的な存在として、税理士、公認会計士を目指す高校生などの間では知られている。公認会計士試験制度が発足して以来資格試験予備校が一般化するまで、中央大学は公認会計士、試験合格者数主位の座を維持していたが、それはこの経理権の存在によるところが大きいと言われている。 資格予備校が普及した現在でも、経理券の受講費用は大手資格予備校の半分以下であり、公認会計士試験の現役合格者数の増加や、不況による資格試向の受験生の増加もあって、経理券を受講するために、中央大学を第一志望として入学してくる、公認会計士、税理士志望の高校生、高卒生も増加傾向にある。 経理研の受講生は、小学部会計学科の学生が大勢であるが、どの学部、学科であっても受講できる。募気講座は、中央大学の学生以外でも受講できる。また、中央大学駿河大記念館では、著名な講師を招き、社会人向けに、資格取得以外の講座も開設している。また、近年、中央大学経理研究所 CH、なる、 e ラーニングを開始した。2009年度の中央大学全体での公認会計士論文式試験の合格者数は159人であるが、そのうち経理研究所在籍の学生、卒業生は124人である。当該年度で大学在学中に合格した現役生は517人中70人であり、そのほとんどすべてが経理研究所在籍の学部学生である。 学内での内訳は、小学部がおよそ7割を占め、1から2割が経済学部、残りが法学部、文学部、総合政策学部となっている。学内トップクラスの看板学部が最大規模となっていないのも特筆すべき点である。近年では、現役合格率が大きく躍進しており、2009年度は現役合格者総数の13.5%を占めている。 経理研究所の定員は600名であるが、そのうち数十名数百名は、対象内し自主休校、または、多予備校へ転席するため、実際の合格率は相当高いものと見込まれる。なお、中央大学在籍、出身者の公認会計士試験合格者のうち、経理研究所以外の合格者の割合は、例年中央大学全体の2割程度である。 定期的に実施される選抜試験で一定の水準以上の得点を得たものは、多摩学生研究棟3階4号館3階、駿河大記念館のいずれかの研究室にて専用の自習席が対応される。この座席は試験ごとに入れ替え制となっているが、担当式試験合格者は試験の結果に関わらず、座席の対応、入れ替え制の免除が保障されている。 自習可能時間は8時から23時までとなっており、原則年中無休である。特筆すべき点として、先の年中無休には、年末年始と大学入試期間も含まれていることが挙げられる。年末年始は、すべての学生が無条件に利用可能である。また、炎の等は、一般入試期間中であっても研究室対応者のみ、正門からの特別入校が許可されているほか、 4号館などの一部の施設は第1.2ゲート及びサイモン地上入り口からのみという条件付きながらすべての学生が入校可能となっている。また、専用の自習席が対応されていない学生にも自習する機会を保障するため7号館に経理研究所生専用の自習室が開放されているほか中央図書館、小学部図書室には 電卓専用スペースが設けられている。ただし、いずれも毎週日曜日は利用不可である上、平日、土曜日でも8時から22時までしか利用できないなど、研究室対応者との差別化が行われている。ありがとうございます。